今日は俺がカニだったら、それでいきましょう。はい、押す押す。あ、いたいたいた、2匹、お、やった、ダブル。お、いた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 、七夕みたい。でかい、やった、珍しいですね。すごい、遊んでいくの、遊んでいくの。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。イエース、一気に赤くなるから。ブルー、あ、ほんとだ、このブルーが。ちょっと待ってください、食べてください。はい、はい、このブルーが赤くなるんですよ。不思議ですよね。ほら、台湾ガザミ。これは本当の色ってことですか。あの、そのカニの色素、エビと、エビではカニの色素、なんだっけな、ど忘れちゃった。あちあち、カニはここだけ、切り口だけこうちょんちょんつけて、あとこう、あ、そんな行くの？うん、うまい。そんな行くの？うん、うまい、うまいわ。え、そんなバリって言って全部食えんの？うん、うん、でも、黄色のがうまい。黄色のがうまいですか？黄色のがうまい。あ、でもこっち、赤もうまいよ。いや、なんだろう、この間のあれじゃ臭みなのか、黄色のが味がさ、なんかね、あ、ちょっとちょんちょんちょんつけて、確かよ、塩塩塩、酸素塩、またこれいただきますね。はい、取れたての、あ、ほんま、うん、唐揚げの方が香ばしい、美味しい。やっぱ茹でガニも美味しいけど、うん、うん、めっちゃうまいよね。うん、もうなんだろう、殻が美味しい。すごいすごいじゃない、うまっ。唐揚げにするともう足もこう、うん、うん、全然こういける、せんべいみたく。